できればここら辺で撮りたいかな。よいしょよいしょ。この方が早いで。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。おお、お疲れ様です。あれ、あれ、お肉つき直しました。うせやちょっと早いですが、ちょっと用事が足りて戻ったし。あ、そうですね。まあ、もう中途半端したらいいじゃん。ほんと簡単な、じゃあなんかこう3コードで、じゃあこのメジャースケールを使ってやってみましょうみたいな感じでやってくれたらすごいありがたい。うん、慣れてきたら猫教授業来れんのかい。あれ、あ、じゃあ初心者の方がいない状態になっちゃう。あ、そうなんだ。ダーッと落とした後のかっこいい。今日、あ、始まった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石田の者ですが、よろしくお願いします。今日あ、どうよろしくお願いします。はじめまして。福井ですね。福井の方かい。あ、そう。ちょっと、まあ、4年くらい前に、金沢。あ、ちょっと待って、俺も。なんか、時間がかかるとか。うまいっす。あめっちゃうまい。あ、もう欠かさないっていうルールでやってるんですけど、いやいや、今からスタッフとしてカメラを回します。で、自分の番が来たらあっちに移動してやります。めっちゃ緊張してます。F チャンネル初の、はい、セッションフェーズを開催したいと思います。いきますか、せーの、レッツエンジョイ。いよいよ出番が来ました。秋田師匠と、肉球さんで、ベースがゆうじさん。
て今のやつの答え教えてもらえませんか。終わり方本当何でもいいんじゃない。じゃーんってこの終わりたいなっていうのを予測してそこに行きやすいように間の音を入れてあげる。一番しちゃいけないのお見合いなのよ。誰も終わりようがなくなるから。あ、無理やり自分で終わらせればいいの。あ、はい。俺に任せろって思ってた。あ、そうだね。ああ、もう怖いの分かるけど。いや、そうなんです、本当に。なんか腕にいっぱい絵描いてあって。立ち上げて3ヶ月で、このメンツが集まってこんなに。ありがとうございます。笑うのやっぱりね、まだまだ手首が硬い。そうなんですよ。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お世話になります。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございます、ここまでで本編終わりなんですけども、最後にですね、今回のセッションイベントに参加してちょっと心に刻まれたことというか学んだことを話しておきたいと思いますので、興味ある方は聞いていてください。で、今回学んだことはですね、やってきたことだけ本番でやれる、で、やってきてないことはもういくら気合を入れてもやれないということですね。一応ここまで、2018年の4月17日から約4年4ヶ月、ドラムを触ってきたんですけども、なんかやってきた割に今回のイベントのその様子を見て、すごい下手だなって感じられた方多いんじゃないかと思います。で、実は僕、このブルースとか86とかシャッフルとか、こういうリズム全然叩いてきてないんですね。でも一応まあ時間で言うと約2800時間ほどドラムは触ってきた。それでもやってきてないことはこんなことになっちゃうんだなっていうのを感じました。まあ普段からいつもやってきてることはもうやり慣れたことなんで、いつも通りのところまでは当然できるじゃないですか。でもやってきてないことって今まで勉強したことがない問題みたいなもので、いくら勉強しても学んだことがほぼない問題が出てきたら、まあ解けないよなと思ったんですよね。さらにそのリズムだけじゃなくて、今まで僕電子ドラムで、まあスキーのより叩いてきたんですけど、まあ、生ドラムで、あと音量もそんなに出すような場ではないっていうところで小音量でやらなきゃいけなかったんですよね。で、その時にどういう風に叩いていいかわからなくて、恐る恐るこうペチペチするような感じになっちゃって、やり慣れてないことが重なってるような状態でした。で、楽しかったんですけど、あんまりうまくは叩けなかったんで、イベント終了後にあーなんかやってきたのになーみたいな多少の悲しい気持ちにもなったんですけど、いや違うなと、やってきてなかっただけだなと思ったんですよね。で、あの日当然気合は入ってたんですよ。で、当日車で向かう時も、まあ、音楽でできるだけそのブルースを聴いて瞬間的には準備してたんですけども、いくらその本番の時に気合を入れたって、本番までの準備がほぼ全てを決めるんだなっていう、まあ、そういう学びでしたね。で、その上で何をすべきかなんですけど、やっぱりこうやって本番で失敗経験をして、何にやり慣れてないと困るのかを知って、で、次の本番までにそれを練習して、でもまた次の本番でも何か失敗をして、で、また改善してっていうループを繰り返すしかないんだなと思いました。ただ心がけとして、前学んだことを絶対次の本番までにできるようにしておこうっていう心がけで、また日々練習していこうと思います。で、また今年中にイベントが開かれるらしいんで、最低でも今回よりかっこよく叩けるようにしておこうと思います。というわけで今回の動画は以上になります。ちょっと挑む内容が変わって、またしばらく大変な映像が続きそうなんですけども、まあ、どんどんチャレンジしてこう改善されていく様子を記録していきたいなと思いますので、見守っていただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。Thank you.